はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回は打ち合いが強くなるスライディング講座ということで、スライディングキャンセルについて説明していこうと思います。コールドを発売してね、すぐ出した、打ち合い方の講座では、僕ね、あんまスライディングは今作しない方がいいよって言ったんですけど、やっぱりね、海外プロ見てるとスライディングキャンセルを多用するようになってきたので、ちょっとね、説明した方がいいかなと思って動画を撮ってる次第です。まあ、スライディング通常、まあ、しゃがみボタンを押してこうやってね、スライディングすると思うんですけど、しゃがみボタンを2回押しするとこうやってキャンセルが途中でできるんですよね。これがまあ前作モダンオフェアでまあ多用されていたスライディングキャンセルで、スライディングキャンセル実はもう1個やり方があって、まあスライディングした後に ADS してバツボタンとかジャンプボタンですね。まあ僕あの Xbox のコントローラーやってるんで A ボタンなんですけど、スライディング ADS ジャンプで立つ、最後こう立つ感じですね。スライディングした状態だと最後こうしゃがんでるので、バツで立つ。こういう感じ。今作はこちらの方が早く打ち出しができるので、まあ、飛び出す際にこうやって、このスライディングキャンセルでプレイした方がいいと思います。ではどういった時に実際にスライディングキャンセル打ちをするかっていうと、まあ、例えば、こういう風に角待ちしてる敵がいるとしますね。まあ、こういう敵に対して ADS してこうゆっくり、顔を出すのもいいんですけど、まあそうするとそうだな。まあ五分五分かな、打ち合いの勝率としては。まあこういうシチュエーションの時に、こうスライディングキャンセルを使うという感じですね。こういう感じ。まあ角で待ってる敵からしたら、僕がね、こう急に現れたような感じになるので、まあ打ち合いの勝率がかなり上がるんじゃないかなと思います。まあ本当に角をクリアリングするときですね、こう移動してても、こうやってね、角を見るときとか、こういう時とか、もうどんどん曲がり角でスライディングをするような感じ。しかし、例外として、例えばこの階段のシチュエーション。まあ、敵が例えばね、ここで待ってるとして、まあ、大体今この辺りに置くじゃないですか。そういう敵に対して、スライディングでこう飛び出すと、まあ、おそらく敵がね、ちょうど ADS、エイムを置いてる場所に自分が飛び込むような形になってしまうと思うので、こういう下り階段では、スライディングっていうより、こう、ジャンプ地でこうやって飛び出した方が、まあ、強いかなと思います、こうやって。ぴょーんって。まあ、敵からしたら、うわーって急に飛び出してくる形になると思うので、まあ、かなり勝率、打ち合いの勝率は上がると思います。まあ、ちょっとおまけで、スライディングの、まあ、小技というか、テクニックでこうやって段差のとこでスライディングするとちょっとね加速するっていう、こうやってね加速するっていう裏技がありますね。まあ G スライドっていうのかな。まあ BO3 の頃はよくもっと加速したんですけど、まあちょっとだけ加速しますね、今作も。はい、というわけで以上になります。やっぱりねスライディング打ちが正直強くなってきましたね。発売された時はそんなに使われてなかったんですけど、やっぱりスライディングがある COD はもう必須になってくるのかなと思います。さあ、というわけでやっていきたいと思います。今回はドミネーションということで、さあいきなりグレネード投げて、こういきなり下通っちゃう、こうやって下通っちゃう、下通っちゃってこうですよ、こうですよ、でこうですよ、でこうして、あ、味方やってくれてる、奥湧いてくると思うから。あ、見えてる！向こうから見えてるやつ。あ、B 旗入ってるやつおる。どこだ、どこだ？で、そう、今回レーザーサイトもつけてきたので、まあ、一応腰ダメでもバチバチと倒していけるということで。あーはっ！うわー、M16 今のタイミングで来んのか。さあ、どうかな、これ。あ、でもやっぱ一番下のハンドルつけるとすごい覗き込み早くなるね。あの上にいる。だけど、うん。どうしようかな。あの、頭なし倒す難しいな。あ、いけたわ。あ、いけたわ。いけるもんですね。さあ、敵奥から湧いてくるから、これ倒して、一回引くと。ちょっとね、さっきまで、ハセシンちゃんたちとね、ウォーゾーン、ちょろっとやってきたんですよ。まあ、その、12月10日かな？シーズン1で、ウォーゾーンに、コールドウォーの武器が追加されたりとか、多分マップも来るのかな？うん。まあ、新しくなるということで、まあ、ゲームエンジンはそのままなんですけどね。まあ、せっかくなんで、ウォーゾーンちょろっと遊んできたんだけど、なんか、すごくね、キャラコンがやりにくく感じましたね。おそらく慣れだと思うんですけど、あれ？モダンオフェアのキャラコンってこんなにやりにくかったかなって思って。
ちょっとモダンオフィアのキャラコンがこう手にまだ残ってる状態ですね、これ。さあ、まあ、B 旗も取れちゃったので、あとはま、この辺で、ちょろちょろとキルをしていれば、ひとまず、OK ですね。OK ですね。さあ。あれ、16っぽくない？今の人。ルーズイン B だけど、この前線を維持しておきたいな。今いたね。こっち来るかな？こっち来てるね。残念。こっち見てるな。多分完全に置きエイムしてるので、こうスラキャンで、こうジャンプしようか、ここは。おお！あれ、いない、いない、いない、全然いないぞ。あれ？味方倒してくれたのかな？どうしよう。これどこで使おう。これどこで使おう。ワン、ツー、ワン。あー、今倒しきれない。あと2発しかない。この2発は、1枚と、そこ。OK！ V トル出た。で、左、あー、こっち見てる。まずい、まずい、まずい。まずい、まずい。撤退して、V トルどうしよう。でも前半戦1個溜まったのであれば、もう呼んでおきたいな。1個呼んでおきたいな。これリロードしようか。隣いますね。全然当たんねえ。あーあーおお、生きてる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 よ。ここ V トル、 V トル、 V トル行こう、 V トル行こう。V トル。頼む、味方あんまり前詰めないでほしい。後ろで湧いちゃうな。当たらねえ。当たらねえな。当たらねえな、これ。あれ？見えないぞ、全然。これさ、あ、これサムタレだ。おお、どこだ、これ。今、撃たれたね。この辺からランチャー飛んできたね。え？あ、ちょっと見えないんですけど。全然映らないな。全員コールドブラッドとかそういうパターン？あ。一応ね、まだ、連続キルは繋がっているということで、このまま続けていきたい。さあ、ちょっと、これを置いちゃって、もう呼んじゃうか。ポンポン。で、まず B 旗阻止するでしょ？なんであんなの、あんな、せめて抵抗させてくれ。せめて銃を撃ちたかった。銃で撃って負けたかった。せめて。もう怒ったぞ、これは。こっち上がっちゃおう。で、今倒した人が、湧いてくるはず、こっちから。こっちサイドやりにくいんじゃないか、もしかしてこれ。C 旗の方がいいのではないか。あ、じゃあ A 旗の方がいいのではないか。あ、角にいるね、あれ。OK。いやー、やっぱ拡張あると、やれるね。もう一個前線上げてから B 触りたいな。さあ、こういう時のキャラコンじゃなくて、スラキャンですよ、スラキャン。OK。ルーズイン C。まあ、C は別に取っていただいていいんですけど、誰も B 入らないが僕入るけど、これ死ぬよね。知ってたんだよな。あれだけ前線上がったから乗れると思うんだけど、どうだ？今乗ってくれてるね。おお、レーザーサイトの力。で、取るね。で、右レーン上がっちゃおうか。こっち上がっちゃおう。ルーズインブラボー？この人だけやって、多分正面湧いてくるでしょ。いや、なんかエイムアシストを感じない。左、外周来てるかな、これ。
あと右外周と、いるね、近く。中だ。で、左奥脇だな。うわもう何してんの、あのスナイパーの人たち。ちょっと。もう完全やり動かないでしょ、あそこから。もう一回、もう一回やりに行こう。あ、やれそう。オッケー、うまい。さらに外周回って。いい、触られてるけど。いる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 。もう、タイミング最高やないか。うわー。いや、試合には勝ってるからいいんですけど。気になるよね。めちゃくちゃ気になるよね、あの奥にいるスナイパー。この人じゃないんだよ。この人じゃない。来てるね、来てるね。何枚来るかな ?2 枚かな ?1 枚。後ろ?お!来てる来てる来てる。よし。うわあ、相打ち AUG と相打ち。なんだこれ、これ全部サムタレもしかして。え、何今の。え、サムターレットだよね、多分。対空意識高すぎでしょ。対空意識やばいって。もうちょっとラスト倒しに行こう。いる、どうせはこの辺でいるでしょ。スナイパーの方、うわー、うまいな、当ててくるな。でも完全にもう旗を取る気は全くないですね、これ。ひたすらにスナイパーキルを狙ってるだけだな。わあ。まあ、前半戦のちょっとな、連続キルが途絶えちゃったのがもったいなかったな。30連続狙いたかったね。はい、というわけでお疲れ様でした。今回のカスタム構成、このような形になっております。アタッチメントも、マズル、レーザー、フォアグリップ、拡張、ハンドルは一番下のエアボーンですね。最後にコメントでグラフィック設定見せてくださいっていうね、コメントがあったのでお見せしたいと思います。まあ、上からこんな感じになってますね。165Hz のレイテンシアブーストかけて、1440p、FOV 104。あとはね、まあ、ミディアム、ロー。で、基本的にほとんどオフです。ほとんどオフ。全部オフ。全部オフ。オフ、オフ。で、ここだけ、NVIDIA DLSS、ここだけ絶対にオンにした方がいいので、パフォーマンスっていうのに設定してます。これで、あ、もう、めちゃくちゃね、FPS が上がるので、まあ、これは安定。まあ、これはモーションブラン、オフ、オフ。全部ほとんどあとオフですね。はい。このような形になっております。というわけでお疲れ様でした。今日の動画も良かったらチャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。